温は9度。今日も寒い一日となりそうです。さあ、そして明日は成人の日ですが、気になる全国のお天気をお伝えします。この後も日本海側は雪が降るでしょう。北陸地が乾燥しそうです。火の元にご注意ください。週の後半は西から下り坂で、土曜日は広く雨が降るでしょう。東日本と北日本です。明日も日本海側は雪で吹雪くところがあるでしょう。あさって火曜日になると日本海側の雪は次第に止む見込みといいかもしれません。そして太平洋側です。ズバリ晴れ着の配布晴天となりますが、低めの寒さと状況には注意してください。インフルエンザを減らしては体調を崩さないように、楽しくて思い出に残る成人式を送ってください。3人が立候補しています民主党の代表選挙。